皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はサイバーパンク2077のファミ通紹介をしていきたいと思います。本作における武器とメーカー、銃は3タイプに分類されます。パワータイプ、火薬を用いて弾丸を発射する武器で攻撃力に優れています。スマートタイプ、フォーミング式の小型ミサイルを発射するランチャーです。テックタイプ、強力な電磁力によって装甲や壁を貫通する弾丸を驚くほど高速で発射します。では武器メーカーを紹介します。トップメーカー、荒坂津波防衛システム、タンカオ。中堅メーカー、ミリテク、ミッドナイトアームズ、マロリアンアームズ、テクトロニカ。コンスティチューショナルアームズ。低価格メーカー、ノコタ、ダラポリテクニック、ロストビッチ、バジェットアームズとなっております。では武器を軽く紹介します。津波猫又津波防衛システム、 G58 ディアン、タンカオ、カーネイジ、バジェットアームズ、 MM10AF レキシントン、ミリテク、 TKI20 信玄、荒坂、 M221 サラドガ、ミリテク、M2067 ディフェンダー、コンスティチューショナルアームズ、サーマルカタナ、荒坂、ゴリラアーム、荒坂、マンティスブレード、荒坂、プロジェクタイルランチャー、荒坂。これが主な武器の種類です。とはいえまだまだたくさんの武器の種類がありそうですね。まあそんな感じで今回はこの辺でサイバーパンク2077のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。